私には88歳になる母がいて、おかげさまで今は元気にしています。そうなんだ。母と私は昔から友達のように仲良く、年齢的にも別れることを考え、その悲しみを乗り越えていけるのはすごく不安になります。武井さんはご両親との別れをどのように気持ちの整理をされましたか？だって。母親との別れは、整理する前に別れが来ちゃって、気づいたらいなくなってたんで、そうだな、最初は なんだろう、悲しいなとか思ったし、なんか、お母さん俺のこと大事じゃなかったのかなとか、捨てられちゃったのかなとかと思ったんだけど、でも、そんなわけないよなって思って、まあ、いろいろ父親に話聞いたりとかして、で 兄貴にも話聞いて、いや、父さんとお母さん仲悪くなって別れちゃったんだよ、お前わかんないのとかって言われて、そうなんだと思って、そうだね、なんか、いろいろ理解していったかな、なんか、まあ、夫婦だって言っても、なんか悪くなっちゃうことがあるんだなって言って、で、子供のことが、俺はすごい可愛がってもらってたから、母親には。子供のことを愛情を持ってても一緒に暮らせないってことがあるんだな、みたいなことを理解して仕方ないって思うようにして、まあ当時は会いたいなとか、お母さんと一緒に暮らしたいなとかってずっと思ってたけど、でも中学校ぐらいでもうだんだんそういうのが薄れてきてっていうか、もうそうなんだっていう、一緒に暮らしてくれる母親は、もう今はいないんだっていうことを理解して、まあ、そうだね。暮らしてた。